おはようございます。それでは定例記者会見を始めさせていただきます。今日は私の方から2件について、発表させていただきます。まず1点目でございますけれども、高松港いきいきプランの、改訂版の策定についてでございます。本市の子どもたちの健やかな育ちを保障し、0歳児から小学校1年生までの教育保育がさらに充実するための基本的な方向性を示しております。高松港いきいきプラン、これを平成23年2月に策定をいたしておりますけれども、これの今回改訂版を策定をしたというものでございます。で、現行のプランは、就学前の子どもたちが保育所やこども園、幼稚園のどの施設に在籍をしていても、等しく質の高い教育保育が受けられるように、幼児教育カリキュラムとして平成23年に策定をしたものでございます。その後、策定から9年を経過する中で、平成30年度からは保育所の保育指針など、幼稚園も子ども園もその保育指針等が、改定になっております。また来年度から小学校の方の学習指導要領が改定施行されるということでございまして、それに合わせて今回、いきいきプランにつきましても、改定をするというものでございます。本プランの最も特徴はですね、小学校教育との幼児教育との接続を重視しておるということでございます。保育所や子ども園、幼稚園の教職員に加えまして、小学校の教職員が0歳児から小学校1年生までの教育保育の充実に向けた取り組みを実践すると、その上での指標として、このいきいきプランを研修等で活用していくというものになっておるというものでございます。3月末には策定を終えまして、それぞれ子ども園、幼稚園、保育所、それから小中学校に配布をいたします。また本市ホームページでも掲載する予定でございます。周知方、よろしくお願いいたしたいと存じます。次、2点目でございますけれども、イノシシ被害の防止啓発用の広報資材の、作成についてでございます。本市ではご承知のとおり、非常に市街地にイノシシが出没する事案が増えてきております。昨今は市街地においてイノシシと遭遇をして、被害に遭う事例も多く見られておりますことから、この度突然にイノシシと遭遇し、けがをするなどの事故を未然に防止するための啓発用資材として、パンフレット、それからその映像を作成をしたというものでございます。今回の啓発資材、広報資材の特徴といたしましては、子どもをターゲットといたしております。で、子どもが関心を持ちやすい内容としている点で、イノシシに出会った時の対処方法である、3原則というのがございますけれども、1つが何もせずに放っておく、それから2つ目がゆっくりと後退して、その場に、静かにその場から離れる、3つ目が、決して威嚇したり攻撃したりしないと。この3原則を、それぞれパンフレット、動画等で分かりやすく説明をしております。今後、パンフレットにつきましては、市内小学校の全児童に配布をする予定でございます。そして、このパンフレット等を活用して、小中学校に担当職員が向かうといった出前講座なんかも実施をする予定でございます。小学校、保育園、幼稚園ですね、等に向かう出前講座も実施する予定でございます。また地域に対しましても、コミュニティセンター等に出前講座の開催等を依頼してまいりたいと存じます。映像の方は約4分の作品となっております。これにつきましては、本市ホームページや SNS で公開をいたしますとともに、市政出前ふれあいトークなど、出前講座でも活用してまいりたいと思います。ちょっとこの映像を見ていただきたいと思います。皆さんこんにちは。今日は高松市中心部で多数出没しているイノシシについてお話しします。高松市では山間部だけでなく、八島や岩瀬尾山間にイノシシが生息しています。住居である山から食べ物を求めて降りてきます。最近では海を泳いでやってくるイノシシも発見されているんです。時にはみんなが住んでいる町に来てしまうこともあって、イノシシに出会ってしまった方が怪我をすることもあるんです。イノシシって怖いですよね。
しよう。そうだ、ダメダメ、イノシシは逃げたら追いかけてきちゃうから逃げちゃダメ。どうしよう、どうしよう、遅くして。わダメダメ、イノシシは威嚇したら絶対ダメ。どうしよう、どうしよう、叩いて。ダメダメ、イノシシは攻撃したら絶対ダメ。どうしよう、どうしよう、しまったら思い出してほしい3つのことがあるの。その1、何もせずに放っておきましょう。その2、ゆっくりと後退し静かにその場から立ち去りましょう。その3、決して威嚇したり追い払おうとしないでください。つまりもしイノシシに出会ってしまったら、そう、イノシシの様子を見ながらゆっくりと静かにその場を離れるのが一番なの。本当はイノシシはすっごく臆病な動物だから、威嚇したり攻撃したりするとびっくりしちゃって襲いかかってきちゃうかもしれない。だからイノシシから逃げていってもらう方がいいの。もしその時傘を持っていたら、傘の後ろに隠れるという方法も効果的なの。イノシシの子供、ウリ坊がいても可愛いからと餌をあげてしまうと親イノシシが襲ってくるかもしれないから絶対ダメ。いつどこでイノシシに出会うか分かりません。だから今日教わったことを家族やお友達に教えて、いつイノシシに出会っても困らないようにしましょう。それではさようなら。はい、以上ですね。これからの季節はイノシシが出産期を迎えますとともに、行動範囲が広がる時期に差し掛かるということでございます。イノシシと遭遇する機会が高まることが予想されますので、報道機関の皆様におかれましても、この度の広報資材の、積極的に使っていただきまして、周知とともに注意喚起についてご協力を賜りますようお願いを申し上げたいと存じます。私の方からは以上でございます。新型コロナウイルスの関連でございます。まず本市内の経済への影響ということでございます。今日も新聞などに出ておりましたけれども、一つは東京商工リサーチで高松支社が、アンケート等を取ったときに、県内企業でこのコロナウイルスの影響が出ておるというのが 92% に上っているということでございます。3週間前の調査から30ポイントも増加しておるということでございまして、かなり深刻な状況になってきておるということが言えようかと思います。また直近で香川県中小企業家同友会が実施しましたその緊急アンケート調査などによりましても、展示会、イベントの中止、延期や、あるいは来店客数の減少による売上減少、さらには予約キャンセルによる損失の発生などを理由として、特にその時点では飲食業の8割、卸売小売業の6割、また製造業の5割ですでに影響が出ておるというような回答があったということでございます。実際、本市に対しましても、今月に入って以降でございますけれども、中小・小規模事業者などから融資に関する相談が多く寄せられておるところでございます。
融資について具体的には、一つは国の中小企業向けの資金繰りを支援する、いわゆるセーフティーネット保証というものがございますが、これに関する相談、あるいは本市独自の小規模事業者向けの融資制度もございますが、その問い合わせ等があるということでございます。で、具体的な件数で申し上げますと、セーフティーネット保証に関しましては、昨日までに72件の相談が寄せられておりまして、そのうち63件が本市における認定手続きが完了しておるという状況でございます。また、本市独自の融資制度でございますけれども、昨日までに21件の相談が寄せられて、そのうち2件が本市での手続きが完了した状況ということでございます。ご承知のとおり、新型コロナウイルスの発生に端を発しまして、今や世界各国で蔓延感染が拡大をしておりまして、経済活動の停滞が見られるということでございます。もちろん、訪日客数の減少、またイベントの自粛から来る影響というのもございまして、飲食業や宿泊業はもとよりでございますけれども、工場の生産能力やサプライチェーンの抑制なども行われてありまして、製造業や建設業などにも大きな影響が出ておるということでございます。そういう意味で、本市内におきましても、あらゆる業種にわたって、企業に深刻な影響が出始めておると、かなり出ている業種もあるということかと思っております。かなり深刻な影響だというふうに認識をしておるところでございます。それから14日の安倍首相の会見でございます。今回インフルエンザ等対策特別措置法の対象に新型コロナウイルス感染症が含まれて、いわゆるその緊急事態宣言の対象となったということでございます。それを受けて改正法が施行されます14日に安倍内閣総理大臣が会見を行われているということでございます。で、その会見におきましては、現時点、14日の時点ですね、14日の時点で緊急事態を宣言する状況にはないと判断しているということでございました。これはその前に出されました、国の専門家会議の、日本の状況は爆発的な感染拡大に進んでおらず、一定程度持ちこたえているのではないかといったような見解も出されておりまして、その時点において、妥当な判断であったというふうに存じておるところでございます。ただ、その時点におきましても、もちろん現状もそうでございますけれども、依然として警戒を緩めることはできないという認識ということでもございますので、それ自体は正しい判断であり、その時点で緊急事態を宣言をする状況ではないというものも含めまして、妥当な判断であったというふうに思っておるところでございます。しかし、ご承知のとおり、事態は日々刻々と変化をしておるわけでございます。特にヨーロッパやアメリカなどを見ますと、今、爆発的な感染拡大が起こっておるということでもございます。また、本県におきましても、去る17日には丸亀市の方で、県内で初めての感染者が確認されたということでもございます。予断を許さないというような状況でございますけれども、今後、専門家等の意見を十分に聞いた上で、判断をしてまいりたいと、ただ基本的には慎重に取り扱いたいと言っているものの、専門家、いざとなったらその専門家の意見を聞いて判断をしたいということでございますので、適時的確にご判断がされるということを期待をいたしたいというふうに思っているところでございます。県のネットゲーム依存症対策条例のについてということでございます。18日の日に県議会で全国で初めてとなりますネットゲーム依存症対策条例が可決をされたということでございます。この条例の制定をめぐりまして、全国的にも多くの議論が交わされたと、県内といたしましても子どもも巻き込んだ形で、いろんな議論がされたのかなというふうに思っております。そういう意味では県民の皆さんがこのネットゲームの在り方、あるいはその依存について真剣に考える機会となったのではないかというふうに思っているところでございます。
私といたしましては、このゲーム障害といったものが WHO で正式に疾病として認定をされ、まあ、国内外で一定の社会問題となっておるということでございまして、まあ、そういう中で香川県が全国に先駆けてこのネットゲーム依存の対策条例といったものを制定したこと自体は、一定の意義があるものと感じておるところでございます。まあ、ただご承知のとおり、まあ、インターネットゲームといいましても、それはもちろんどんどん活用して情報収集とか伝達に優れているとか、あるいは学習効果も高いものがある、またゲームなんかにしても娯楽とか趣味として、まあ、それなりに効用があるという面もいい面もあるわけでございます。まあ、それと、まあ、ネットゲーム依存の問題とか、あるいは、まあ、ネットを通じた犯罪に巻き込まれやすいといったような悪い面もあるわけでございます。まあ、その両方をこううまく活用と規制というものを使い分けていくということが必要かなというふうに思っております。まあ、ただ今回の条例があくまでネットゲーム依存対策の講じる条例ということでございますので、どうしてもその悪い面というか、そちらの方ばかりにこう光が当たってしまったというか、議論が集中してしまったと、それでまあ誤解を招いてた部分もあるのかなというふうにも思っておるところでございます。まあ、私といたしましては、今言いましたようなインターネットやゲーム等のその活用すべき部分、そのいい部分というものをどん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 こう活用しながら、あと規制すべき部分、やっぱり守らなければならない部分、そういうものを特に子どもたちのネットゲーム依存というものを抑制するという意味で、家庭内でのルール作りとか、そういうものをしっかりとやっていくと、まあ、そのような方向での取り組みといったものも、まあ、市としてもやっていきたいというふうに思っておりますので、まあ、そういう部分について今後、まあ、いろんな関係機関等ともご相談をしながら、まあ、対策等を進めていけたらというふうに思っているところでございます。まあ、ご承知のように、先ほど言いましたように、まあ、新型コロナウイルスの、感染が世界的に拡大をしていて、まあ、大変な状況になっているわけでございます。まあ、こういう中で東京オリンピックをどうするんだということが、まあ、課題としてここ、しばらくこう議論もされておったわけでございますけれども、まあ、これが1年程度延期ということで決まったということで、まあ、率直に申し上げますと、まあ、それはそれで非常に良かったというふうに思っておるところでございます。まあなかなかこのコロナウイルスの、悪影響の中で開催をする、予定通り開催するというのは、まあ、やっぱり難しかったでしょうし、まあ、中止ということになりますと、全くのその希望の成果みたいなものも消えてしまうというような状況になりかねないということで、まあ先延ばしということにはなりますけれども、1年という期間をある程度区切って、まあ、延期開催をされるということにつきましては、率直に良かったというふうに思っておるところでございます。また聖火リレー等につきましても、このまま延期という形でございますけれども、まあ、基本的に現状といいますか、今組み立てられております聖火リレーみたいなものがこう維持されながら延期されるということで、まあ、本市もこれまで行ってまいりましたこの準備等が生かされるような、まあ、そういう形で、まあ、聖火リレーを実施していって、でそれで、まあ、希望の聖火にこうつないでいけるというようなことが取られることを期待をいたしたいというふうに思っております。まあ、そういう意味で聖火リレーも合わせてこう延期して実施されるということについては、一定の安堵をしておるところでございます。そうですね、まあ、これまでいろいろその実施に向けて準備をしてきましたし、いろんな調整もやってきました。それに楽しみにしている方も非常に多かったと思いますので、まあ、それが、まあ、延期とはいえ、まあ、予定通り実施をされないことに対しては、まあ、残念な面もあるわけでございます。また、まあ、延期といってもそれがそのままちょっと何日後に実施されるということではなくて、やっぱり新たな調整というのが相当やっていかなきゃならないというふうに考えております。まあ、今例で出されました事前合宿ということにつきましても、やはり延期によりまして大きな影響が出るものというふうに、まあ、再度の調整を行っていかなきゃならないというふうにも思ってくるところでございます。まあ、その辺は大変かなと思いますけれども、まあ、できるだけ当初想定しているような形で延期をしても開催実施ができるように、まあ、そういう意味で関係者と調整を鋭意進めてまいりたいというふうに思っております。
まあ、そうですね、条例上、例えば時間をですね、9時までとか10時までとかいうふうに決めたり、あるいは小学生1日1時間程度ですよというふうに決めて、それが規範性を持ってですね、そこは規制するんだということになって、あるいは罰則を作るということになると、まあ、もちろんそれは行き過ぎだと思うし、まあ、その面でちょっと時間というものを条例上規定した、一律に規定したというのは、まあ、どうかなという意見は持っておりますけれども、ただ、まあ、最終的にいろんなその議論の末、またパブリックコメントなんかも受けて、あくまで目安ですよということで、まあ、もちろん罰則はもともとない条例でございますし、まあ、そういうことにされましたので、まあ、その辺はまあ目安としてですね、県民の皆さんが、まあ、特に家庭等において、まあ、そういうものを目安としながら、ゲームとの有効なこの付き合い方といったものを、ルール作りといったものを進めてもらうと、それがいいんではないかなというふうに思っておるところでございます。それから手続きの面につきましてですけど、まあ、これはもう議会の、議員提案条例でございまして、まあ、議会の方で委員会作って議論されて制定された条例でございますので、まあ、その手続き等について詳細にちょっと私も報道等で見るしか存じ上げていませんけれども、まあ、やっぱり全面的に公開がされないで、まあ、最終的に議論概要みたいな形でなされたということでございますけれども、そういう意味では、まあ、個人的な感想ですけれども、もう少しその辺にいろんな議論が呼ぶ条例でもあったので、もうオープンな形でもう少し議論が行われてもよかったのかなといったような感想は持っております。あくまで先ほど言った以上、いい面と呼ぶ面で活用を前提として、その辺の弊害をできるだけ抑制をしていきましょうという趣旨の目的の条例かと思っております。ただ最初に言いましたように、どうしてもその弊害の部分の依存症をどうにかしようという条例ですので、そこの部分だけが出ちゃいましたので、まあ誤解を受けて、まあちょっとバッシングみたいなところにもつながったのかなというのは残念だなというふうに思っております。ですから、もう少し、まあ、香川県もとってもインターネットなんか、あるいはゲームなんかをこういうふうな形でいいように活用していきますよといったような取り組みというのも、一方でこれから必要なのかなというふうに思っております。まあ、例えば教育の面なんかでも、いよいよまあギガスクール構想なんかでの、まあ、インターネットを活用した、あるいはプログラミング教育なんかも学校で始まるようになっておりますので、まあ、そちらの方にどんどん県、市というのを力を入れていきながら、まあ、そういうのをうまく利用していくようなことを考えているんですよと。いうような情報発信なんかもしていければなというふうに思っております。